はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。プロ野球スピリッツ2015スタープレイヤーモード高橋由伸選手権にコーチでのプレーですね、続きをしていきたいと思いますがですね、ちょっと視聴者の方からですね、設定、強さがぬるくはないかというご指摘いただいてですね、僕自身も正直そう思ってました。打ちすぎだろうということで、ちょっと今回ですね、設定の方を変えてみたいと思います。ユーザー設定でいいんですね。で、今ノーマルでプレイしてます。球速レベルがベーシック、コンピューターの強さとかが、まあ、お任せというところですね。で、操作タイプはアナログ、ミートカーソルはアシスト、打撃ポイントはノーマルということですね。ですので、これをちょっとね、変えていきたいと思うんですけども、いきなりこのプロのレベルにしたりしても多分、うまく対応できないと思いますので、カスタムしていきたいと思います。今このベーシックスピードになっているのを、まずベーシックスピードプラスに1段階上げさせてください。で、コンピューターの強さはお任せです。プレイ内容に応じて自動的に変わりますよということにしていきたいと思います。で、このあたりはちょっと変更ができない感じなので、そのままにして、カメラはノーマルですね。で、操作タイプ、このあたりもいいでしょう。で、打撃ですね。ミートカーソルはすみません、ちょっとアシストはつけさせてください。今アシストついてるんで、これからちょっと場合に応じてね、アシストを外したりとか、そういうことをしていきたいと思います。で、これはですね、打撃ポイントに関しては今ノーマルでやってますんで、ここもちょっとノーマルでまずはやらせてください。後々、慣れてきたりとかね、まだまだ緩いよというご指摘たくさん出てくるようであれば、変えていきたいと思いますので、まずはね、操作していただきたいと思います。このあたりでいいですかね。コンピューターの強さはお任せ。ちょっともう一度ね、設定だけ確認させてください。いいですね。はい、これでいきたいと思います。変更点はもう一度確認しますね。まず球速レベルをベーシックスピードプラスに変えました。で、あとはですね、打撃時 の、 ミートカーソルをアシスト、これは今のプレーと変わっていません。打撃ポイントもノーマルに変更しましたけども、これも今の、状態がノーマルなので、変更はないということです。これでプレーの方をしていきたいと思います。はい、それではまず球速を1回入れてですね、疲労を回復させて DeNA との3連戦ですね、向かっていきたいと思います。球速を1段階上げて初めてのプレーになりますんで、まあ、どれくらい自分が対応できるかっていうところが全く自信はないんですけども、まあ、1試合ヒット1本ぐらいはね、打てるように頑張っていきたいと思います。で、その他の設定っていうのは今見ていただいたように大きくは変えてはいませんので、今後段階的に、上げたり下げたりっていうのをしながらバランスを見ていただいている方にも、まあ、ちょっとでもね、完全に納得していただくというのは難しいと思うんですけど、自分あまりうまくはないので、まあ、ただちょっとでもね、納得感が得られるような、そんなゲーム設定でプレーをしていきたいと思います。さあ、まずは守備機会からですね、最初のプレーは梶谷ですね。前回のゲームは猛打賞を記録しています。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。打ちました。なんとか取れましたね。最初の守備機会で、ライトライナーをさばいた高橋由伸の第1打席目は2回の表先頭打者として登場です。高橋、さあピッチャー、試合で打率が2割を切っていますが、西さん、不調に陥ってる感じでしょうか。はい、ちょっと調子を崩してますね。何かきっかけになるような球速上げましたけど、ちょっと早く感じますね、今の落ちる球、 SFF に関しても。同じボールですね、きっと。早い。なるほど。いいボールが行きましたね。これがあれですね。ツーストライクです。球速を一回上げた影響ですね。球が速く感じます。さあ、ツーボールツーストライク。ミートに変えます。なんとか当てるのが精一杯ってところですね。ツーボールツーストライクです。
これも落ちる球ですね。低めにボールを集めてきてますね。うわっ、ズバッときたー。インコースのツーシームかな。さあ第2打席目、さっきは見逃し三振に倒れている高橋の下の第2打席目、1球目、これまた落ちるボールですね。ファールボール。さあ小宮山さん、これ以上離されると厳しいですから、しっかり抑えていきたいですよね。これも落ちる球ですね。2球落ちる球で追い込まれました。粘りの投球ができるんでしょうか。1球ストレート外してきました。150キロのストレートが外れてワンボールツーストライク。今の150キロのストレートいいところに来るとちょっと打てないかもしれないですね。で、まあ、あのボール球を今引っ掛けまして、セカンドゴロに倒れています。さあ第3打席目ですね。ピッチャーは井上がまだ投げていますね。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。まず1球目、147キロのストレート、インコース外れてワンボールです。2球目は何か。球はやっぱり速くなってる。この球は外れています。スライダーが低めに外れてツーボールになりました。わあ、これは甘いボールだったな。変化球を狙っていたかもしれませんね。ストレートに振り遅れてますよ。外れました。スリーボールワンストライクになって、コース予測がいまいち使い方がわからない。わあ、打ち上げた。アウトコース打ちました。この打球はフライになっています。やっぱりちょっと球が速くなってる分、抑えています。ワンアウト。ミーとカーソルを合わせるのが雑になってしまうっていうのがあるので、このあたりはちょっと慣れですかね。しっかり慣れていかないとしばらく打てない状態が続いてしまうかもしれないので、早めに対応していきたいと思いますが、今日はまだ伊藤がまだ投げています。8回の表、ヒットでランナーを一塁に置いています。ワンアウトランナー一塁。ここは1を取りたい場面ですね。ノーアウトランナー一塁。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。今度は一転してスライダー系ですね。まあ、ここは長打になりやすいカウントですから、やはり低めですね。走ってきた。これはどうだ。二塁送球セーフですね。盗塁成功です。さあノーアウトランナー二塁と得点圏にランナーを置いた状態に状況が変わりました。高橋由伸。走ったんですけどね。スリーボールになって、この盗塁は痛いですね。うわあ、インサイド打った。ボテボテのピッチャーゴロ。そうだね。まあ、おただセーフか。記録はショートのエラー。よし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 。エラーの出塁が、まあ、出塁は出塁ですからね。ただ由伸はもう出番はないですね。はい、試合の方は5対1で勝利です。ただ高橋の勝負ちょっとね、いい当たりが全く出なかったというか、球速を一つ上げたんですけども、それだけでだいぶ、ちょっと難しくなったなっていうのが今の僕の感想なんですけど、ちょっとね、この状態に早く慣れていかないと、まずいかもしれないですね。DeNA との第2戦目ですね。先発投手は久保というところで、高橋由伸は4番です。試合の方に集中をしましょう。先発マスクは今日も相川がかぶっていますね。あのリアルなプロ野球の方で相川がちょっと負傷してですね、阿部が先発マスクをかぶるように変わってますけども、このプロ野球スピリッツ2015の高橋由伸のプレーの中では、まあ、相川がマスクをかぶったり、安倍がマスクをかぶったりっていうことで、まあ、小林がマスクをかぶってるっていうシーンはちょっとあまり見ないんですけど、相川がマスクをかぶってるときはですね、安倍が、まあ、ベンチにいるっていうような状態になってますね。さあ、1回の表、ジャイアンツの三者凡退で、1回の裏ですね。最初のプレーは守備からというところになります。昨日のゲームで打点を挙げています。さあジャイアンツはエースが登板ということになります。ですね、アンダーソンが抑えて、自らファースト打線がどう入りまして、ワンアウトというところで、ただ1点先制されてますね、 DeNA の方にね。高橋由伸の最初の打席は2回の表です。2回の表、追いかけるジャイアンツの攻撃。球速が上がって前回では全くいいところなしでしたが、2試合当たりが出ていません。さて、ベイスターズの先発は久保、今日が7試合目の登板です。
前回の登板は5イニング投げて際どいところにストレート速いボール投げられるとちょっと打てないかもしれないですね。今までだとねああいうコースでも対応できたんですけど、球速が上がってカーソル合わせるのが間に合わない。緩いボールで来ました。変化球系はもちろん間に合うんですけどね。チェンジアップ空振りです。2ボール2ストライクです。追い込まれたので、ミートに変えます。わーボール球、やっぱり球速が速いっていう頭があるとどうしてもボール球にも手が出ちゃいますね。バッターボックスは4番。さあ2アウトランナー1塁、吉野の第2打席目、まずはフォークから入ってきました。キレがありますね。彼はクイックは速いですからランナーは浮かずに走れないでしょうね。なるほど。そして148キロのストレート、ね、第3球目、これはフォークボールですね。走ってはきませんが一塁ランナーは俊足です。ツーボールワンストライクになって高橋由伸打てるかどうかという場面、ツーアウトランナー一塁、1対1の同点です。これはフォークボールかな。あります。うわーシュート、打てないな今のシュートも。さあ高橋由伸の第3打席目、ここまで2試合ヒットがないというところですから、そろそろ1本打たないと原監督に雷を落とされかねない。初球1球目はカットボールから入ってきました。次が2球目どうだ、当たりは良かったんですけどね。うわ早い、ランナーここはスタート切りません。タイミング遅いってなってますもんね。ちょっと集中していきたいと思います。危ない球です。2ボール2ストライクになりました。今ぐらいのフォークボールだとがストライクゾーンに入ってくると打てるかもしれないんですけどね。ただストレートが頭にあると、うわースライダー、見逃し三振。球速が上がるだけでここまで変わるかというぐらいちょっと手こずってますが、ピッチャーが林に代わってですね、さあそしてバッターボックスには高橋の方が2アウトランナー3塁1塁です。ここをしっかり抑えておけば、なんとかねヒット1本打ちたいんですが、林の出た、うわー調子すげえいいな。なんとかですね食らいついていきたいですね。一塁ランナーのケアは重要ですよ、同点のランナーですからね。なるほど。わあまずはこのストレート、難しいところに投げてきました。クイックが上手いですからランナーは走りにくいですよね。続けてさあ3球目は何か、うわランナーを警戒するあまり速い球が増えています。2ボール2ストライク、ここまで全球ストレート。さて西さん、この高橋、これはスライダーかな。いや彼は左の方が断然いいですね、珍しいタイプですよ。これもファールボール、そうですか。バッターボックスの高橋、今シーズン得点圏、うわーボール球だー、空振りでアウトを取りました。3三振だ、まずい、もう1回回ってきて、よし回ってきた。4点ビハインドですけどヒット1本打ちましょう。ピッチャーは大谷に変わっていますね。ちょっと投手データじっくり確認してですね、対策練っていかないと本当に打てないです。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。さあ太田をきっと1本打ちましょう、本当にね吉野。これが1球目、まずはシュートボールから入ってきました。ボール球には絶対手を出さないっていうことも重要ですね。ファウルになります。今のファウルの感じだとタイミング合ってないですから他の球種を狙っていたかもしれない。これはフォークボール、またファウル、追い込まれてしまった。これもファウルボールですね。ストレートかな今のボールは。ワンボールツーストライクです。うわインコース詰まりました。しょうもない当たりだな。2試合連続ヒットなし、3試合連続か、これで3試合ヒットなしだな。ちょっとまずいですね。日産相手エース。ちょっと慣れるまではこんな感じになっちゃいそうですけど、まずですねどうしようかな。まずはメンテナンスをしてですね、やっていきたいと思います。そしてなんだこれは、イベントが始まったぞ。
ず疲労がちょっと溜まっているっていうのもありますし、調子も上げておきたいので、鍼灸師さんに仕事の依頼をして調子を良くしてもらって疲労も回復しましょう。さあこれでヒット、まずは1本打ちましょう。この辺りでね、ちょっと結果を残さないと、せっかく不動のレギュラーという地位についているのが、レギュラーに降格して、そのうち控えとかにね、回され、最悪2軍落ちなんてことも今後考えられるんで、そうならないためには、まずはこのスピードに慣れてですね、ヒット1本打ちたいと思います。よく晴れた天気になりました。セリーグ公式戦、さあ1回の表ジャイアンツの方は三者凡退に倒れて、最初のプレーは1回の裏ですね。日産海打線が先発宇都宮、今日は梶谷じゃないんだな、一番打者は2試合当たりが出ていません。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。さあ第1球目、アウトコース打ちました。ショートゴロですね。一塁送球します。はい、アウト、ワンアウト、無難に、終えたと思ったら3点先制されてる。2回に入ります。追いかけるジャイアンツの攻撃、4番バッター高橋、打っていきたい。2試合当たりが出ていません。さてベイスターズの先発は山口、今日が7試合目の登板です。前回の登板は9イニング投げて白星を挙げています。山口、まずはフォークボール、ボール球ですね、見逃せば。ただ全球ストレートのつもりで打っていきたいと思います。よく見ています。2球続けてフォークボール、次が3球目、これはシュートですね。ボールになります。結構大きく外れました、シュート。これなんだろう、ストレートかな。バッターよく見ました。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。これは外れましたね、フォアボール。ランナーを出しました、まあ、三振したりアウトになるよりかはいいでしょうというところで、きっちりボールを見極めて、フォアボールです。そんな高橋由伸の第2打席目はツーアウトランナー一塁。前の打席ではフォアボールを選んでいます。フォアボールのランナーが出ています。まずはチェンジオブベースですね。このコース予測システムっていうのがね、ちょっといまいちよくわかんないんですよね。2球目は何で来るか。ランナースタート、キャッチャー送球して盗塁成功。この場面で盗塁を決められてしまいました。まあバッテリーもね、警戒してたんでしょうけどね。いいボールか、これ歩かされるかもしれないな。高橋、今シーズンの得点圏打率は152キロのストレート、全然ついていけない。さすが4番、素晴らしい、ついていけないな、このストレート、速いボール。やってくれると思いますよ。はい、期待しましょう。さあ6球目は何か。うわー、ストレートについていけない。ちょっとなんかこの球速についていけてない自分がいるのがよくわかるな。球速1上げるだけでこうも変わるか。ヒットでランナーを1塁に置いていますっていうぐらい速く感じますね、150キロ台のストレートは。今みたいに139キロのストレートとかだと打てる感じもするんですけどね。でやっぱストレートが速いとこのフォークボールとかにもちょっと対応をしづらい。3球目は何で来るか。そして147キロのストレート、ランナースタート切ってきません。ちょっとまずいですね。低め見送っています。さあ何で来る。うわー、ボール球、三振です。やっぱストレートが速いとこのボール球にも手が出ちゃうんですね。ちょっと慣れていかないとしばらく打てないかもしれない。とは言ってもまずは1本打ちましょう。3試合連続ヒットが出てませんからね。で国吉のデータです。まあ彼がランナーですし、盗塁を狙ってきてもおかしくないシチュエーションですね。さあここはスタートを切らせるんでしょうか。さあストレート1本で狙っていきますが、どうだろうか。国吉調子はあまり良くなさそう。144キロか、ストレートもそこそこありますね。そしてこのスライダー、走りませんね。
フォークボール。盗塁を警戒しながらの投球になります。スリーボールナッシングです。ランナーここはスタート切りません。うわー、これゲッツーだー。セカンド送球、セカンドからあれか、フォースアウト、スリーアウトになりました。スライドだったんですね。当てるのが精一杯でしたね。わー、そして試合終了か。というわけでですね、ちょっとその球速を上げてから全く対応ができないという手だらけなんですけども、すみません、ちょっとずつ慣れていきたいと思うんですよ、思いますので、まあ、あの我慢してね、応援していただきたいと思います。今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、次回もまたよろしくお願いします。